よ、少し遅くなっちまって悪かった。もう一度聞くがよ、俺たちと一緒に行かねえか。こっちもそっちも悪い話じゃねえと思うんだがな。じゃあお言葉に甘えさせてもらおうかな。ん？おう、そうか、歓迎するぜ。あんちゃんたちといると退屈しねえしな。それとだ、最近この先で賊の被害が頻発している。賊の規模からして俺たちが襲われることはまずねえだろうが、油断は禁物だ。すまない、助けてくれないか。お前たちの荷物を置いてってくれ。安心しろ、我々の目的は積み荷だけだ。おとなしくしていれば手荒な真似はしないと約束する。しゃあね、おとなしくしてりゃ何もしねえって言ってんだ。言われた通りにしてやろうや。演技としてはなかなかだと思うけど、いろいろと違和感があったかな。で、種明かしなんだが、実は最近ここら一帯であいつら族による被害が頻発しててな、このままではまずいってことで、奴ら討伐するのに協力してほしいと頼まれたわけさ。荷物の護衛は引き受けたが、襲撃を仕掛けるとかはないだろう。さすがに勘弁だぞ。おい、